ジュリックス。元フランス代表、95年大きく躍進したグランパスにあってストイコビッチの補佐役として攻守に活躍した。小柄で細身だが疲れを知らない運動量でピッチを所狭しと動き回り、機を見て攻撃に参加する。守備のセンスに加え攻撃力を兼ね備えたボランチとしてチーム戦術上重要な役割を果たした。